今度これをちょっと、ね、長いなと思ったらちょっと偕楽園での実践的な実習の開式を始めます。はい、一度礼。梅の木の剪定を皆さんに体験していただければなというふうに考えております。出てますね、これ徒長枝なんですね。でこれを整理することによってある程度こういう形になります。ですからそれをみんなこれから分かれて勉強しますので、自分の体をね落ちないように守るためにやんです。登ってこういうところから、だから一番上とか、こっちの小さい方が受けの葉、それでこっちの平たい方の葉で切ることになるんで、前に倒してある細いところが木バサミで、ちょっと中ぐらいに太いところは剪定バサミ、太い部分を切るときはノコギリで引くってことね。今度高いとこ、もっと上。あ、ごめんね、ちょっと揺れてる。